皆さんこんにちは、こんばんは。ということで本日もですね、気になるゲームニュース話していきたいなと思います。で、気になったのが3つほどありますね。ちょっとね、付き合っていただけたら嬉しいなと思います。ということで、こちらですね、ファイナルファンタジー7リバース、ユーザースコアですね、謎の爆下がりということで、なぜこんなに下がってしまったのか。僕ね、動画で言ったと思うんですよ、 2,3 日前の動画で。メタスコア92点、そしてユーザースコア 9.5 だったんですが、なんと 8.5 でしたっけ、4だか5まで下がったっていうので、まあ、ネットに話題になっていたので、こんななんでこんな下がってるのかっていう話をしていきたいなと思います。そしてですね、モンハンワールドが謎に大人気になってるって皆さんご存知でしょうか。めちゃめちゃ売れてるんですって。理由はちょっとあるんですけども、去年年末ですか、モンハンワイルズがね、発表されてから、人気だったって話はあるんですが、もう3月なんですが、未だにスチームでめちゃめちゃ人気ということで、そちらのお話ししていきましょう。そしてですね、モンハン20周年、まあモンハンつながりなんですが、モンハン20周年の特番にですね、ワイルズの続報なしということで、じゃあなんでやるんだよという声が溢れてるというね、お話もちょっとしていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。ということでですね、ファイナルファンタジー7リバースということで、ネットでですね、大変話題になっていると思うんですが、僕もですね、10時間レビュー、20時間レビュー、30時間レビューで出してきたんですが、今30か40しか行ってないんですけど、まだクリアできてないんですが、いや面白いです。神ゲーかなと思いました。で、ネットではですね、今年のゲームオブザイヤーですか、ノミネート間違いなし、もしかしたらこのまま何もなければ受賞するんじゃないのかなっていうことを言っている人がですね、圧倒的に多いんですよ、実を言うと。なんですが、3月ですからね、今月ね、同じオープンワールドで ドラゴンズドグマというのがあるんですよ、2が出てくるんですが、これもなかなかですね、評価高そうなので、自は嬉しそうなので分かりませんが、まあノミネートはね、ファイナルファンタジー7リバース間違いないと言われているので、どうなっているのかちょっと楽しみにしていきたいなと思うんですが、冒頭で言った通りですね、謎に、ユーザースコアが爆下がりということで、これね、ちょっと92点、 2,3 日前のやつちょっと今貼ってると思うんですけども、99.5 だったんですよ。で、僕も動画で取り上げたと思うんですが、なんとですね、そこから 8.4 だか5まで下がっちゃったんですよ。はい、下がってしまったんですよね。なんですが、たった今見てきたらですね、なんと上がってました。また何でしょう、このなんか、この戦いは一体何なんでしょうね。ということで、ちょっとこちら見てください。たった今ですか、3月4日の夜なんですが、メタスコア92ということで、下がって8点、ユーザースコアが8.9まで戻っておりますということで、まあこれね、買ってない方でもできるんですよ、実を言うと。はい、なんかアカウント作ったりするのかなと思うんだけど、できるのかちょっと分かんないんだけど、俺やってないから分からないんですが、なのでね、全く当てにならないということが今回判明したんですけど、ただね、クリアしてからの方のがやっぱり下がる傾向がやっぱりあるみたいなんですよ。で、今回公式でも言われているんですけど、まあもともとですね、オリジナル版とちょっと違うなんて言われているので、ちょっとそこら辺のね、まあね、最後までやった結果下げてる人もいるのかなと言われてはいますが、ということで、こちらちょっとね、ネットの反応ちょっと見ていきましょう。というこちらです。今朝まで 9.5 ぐらいあったんだけどな、ということで、それからですね、爆撃されまくって、今の点数まだ落ちた感じ、どのぐらい爆撃されるか、それがユーザースコアです。すざましい0点爆撃されてるやん。ネガキャン爆撃はされてない感じかな、それともされ始めたか、試しに10と0消してほしい。もう本当にこんなじゃメトスコアも当てにならないな。もはや完全に意味のない数字。そんな0爆撃されるスコアに意味はない。メタスコア92で評価十分だろうということで、まあ、ネットではですね、まあネガキャンされたんじゃないのかなという声が圧倒的に多いんですよね。で、10点というとやっぱ信者だって言われるんですよ。僕も今ねゲームやってるんですけど、面白い面白いって言ってると、やっぱね、ステマみたいなこと言われたりするの実ってあったりするんですが、まあ僕はちょっと面白いと思うので、まあプレステ5買ったばっかっていうのもありますけども、これ圧倒的グラフィックにですね、ちょっと心打たれているのもありますし、で、面白さ、リメイクに関して、僕ちょっと動画でもそうなんですけど、ちょっとリメイクに対して、そんなに、あ、もう面白いけど、ちょっと、そんなにマイナス要素も結構言ったりするじゃないですか。ちょっとこう、閉鎖感あったかな、みたいな、言うじゃないですか。なので、それがあってからのリバース、僕、あのね、もしかしたら僕、リメイク、これのためにリメイクやって、リバース始めたんですよ。なので、もしかしたらその開放感、他の人はもしかしたら4年ぐらい待たされてからのリバースだから、
ちょっと感覚が違うのかもしれないですよね。で、僕去年なんですけども、ね、サブチャの方でティアキンの動画いっぱい出したんですけど、ね、ティアキンが5月の12日ぐらい発売だったんですよ。ティアーズオブザキングダムなんですけど、僕ねゴールデンウィークの間にブレワイを終わらせたんですよ。ブレワイクリアしてなかったんで、1からもう一回やり直してゴールデンウィークの時にブレワイをやって、記憶がそのままもう鮮明にあるまま、終わりたくない、この世界遊びたいっていう気持ちでティアキン始めたんですよ。でどっぷりハマったんですね。で動画も多分100ぐらい出したと思うんですけど、サブちゃんに。なので今回もリバースやってからなので、もしかしたら他の方はこう4年ぐらい待ったでしょう。でブレワイもそうなんですけど、ブレワイもティアキンまで6年ぐらいかかったので、やっぱりこの続けてやった感覚が、僕がティアキンもそうなんですけども、今回リバースもそうなんですけども、そのままの流れで勢いのままいったんで、やっぱより一層ね楽しめたっていうのはあるかもしれないので、なのでもしか点数低い人は4年待たされてこの野郎みたいなのがちょっとねあるのかなって気がしますが、さすがに0点はないよねという感じなんですが、皆さんどんな感想でしょうか。よろしくお願いします、コメントでね。続きましてこちら、モンハンワールド未だ売れまくりということで、この記事ね話題になったのが、この記事っていうかこれが話題になったのは去年の12月ぐらいなんです。モンハンワイルズが12月ぐらいでしたっけ、発表されたのかな。その時にそれに便乗してですね、久々にやろうかなって思ったみたいな方がめちゃくちゃ増えて、 Steam でめちゃくちゃ売れてるっていうのが話題になったんですよ。ちょっと見てくださいということでですね、もう、これ全部ね赤いところが全部カプコンらしいんですよ。でこんだけめちゃめちゃ売れてるということで、なんでこんな売れてんだろうって思ったんですよ。でカプコンがですね、国内 Steam 売り上げが上位のでトップ3独占ということで、トップ10の10の中にはですね5本も入ってるということで、初セールのスト6ね、モンスターハンターワイルドの複数ランクインということでですね、ドラゴンズドグマ2もですね、6位に浮上ということで、これなんでこんな売れてんだろうと思ってですね、ちょっと見てきたんですよ。こちらスチームの販売ページなんですが、こちら見てください、値段なんですが、ちょっとねセールやってるんですよカプコンさん。ということでロックマンとかですね、こちら他で言うとバイオハザードで、ね、20% オフ、こちらに 60% オフ、ライズもね 60% オフなんだよね。でモンスターハンターの、ライズかで、カプコンファイティングコレクションなんかちょっとわからないんですが、ストーリーズもあるんだ、逆転サーバーもそうなんですが、めちゃめちゃやってるんですよセールが。今めっちゃ75% オフとか997円だって、すごいよね。で他で言うと、先ほどから言ってるめちゃくちゃあるんだけど、モンスターハンターワールドも先ほど見た、あった、今あれワールドどっかにあったはずなんですが、ここへあったたたたたたということで、ハンターワールドなんですけども 67% オフの、966円ということで、めちゃくちゃ安くなってるよね。アイスボーンどうなった、アイスボーン僕買ってるんですよ、買ってるんだけどやってなかったので、ちょっとねやりたいなと思ってるんですが、なかなかですねやる機会がないので、みなさんですね、ちょっとカプコンのセールやってますので、スチーム版なんですけども、やってますので、ぜひですね興味ある方はですね買ってみてもいいのかななんて思います。ということでね、ちょっとネットラーのちょっと見ていきましょう。モンハンワールドが今頃人気になるって、痕跡探すのきついわーということで、これなんだっけな、僕ね動画に出したんですよ、このチャンネルにちょっとあるんです、結構ね動画30万再生ぐらい回ったような気がするんですけども、なんかねネットでなんかマムタロスみたいな、そんなようななんかやついるんだよね、覚えてねえなんか名前、もう結構前なんで。でそれなんかネットでやれる、ね、なんかマルチでやれるんですよ今、もしかしたら人気なので、もしできるかもしれないのでね、あの当時諦めたって方やってもいいかなと思います。はい、持ってたらね。で900いくらなんでね、ちょっと興味あった方は買ってもいいと思うんですが、昨日からまたモンハンワールド始めたけど面白いな、6年前のゲームとは思えない、モンハンワールドがガチで面白いからアイスボーン込みで買おう、モンハン20周年セールだから、新版モンハンワールドアイスボーンセットで買っちゃったということで、僕もですねアイスボーン買ったんですよ。はい、買ったのにちょっとやってないんですよ。アイスボーンは、買った日の夜ですか、0時にですねこのチャンネルで生放送やったんですよ。はい、やったんですけども、ネットがねちょっと調子悪くて、そのままできなくなっちゃってそうタイミング悪くて
タイミングめちゃくちゃ悪くてできなくなっちゃって、ネットで生放送できなくなっちゃって、でそのままやってなかったような気がするので、僕もですね、ちょっとどっかのタイミングでやりたいなと思っております。ということでですね、今現在ワイルズが2025年発売なのでちょっとわかんないんですけども、まあそう言われているんですが、いつ25年だから、まあ、まあカプコンなんでね延期ないと思いますけども、まだそれまでの間ですね、まあ、腕がなまってるって方はですね、まあ、ちょっと900いくらなので買ってですね、まあ、盛り上がってるのでですね、マルチもできると思うのでぜひね遊んでみてはいかがでしょうか。次なんですが、モンハン20周年特番にワイルズ続報なしという記事なんですけども、カプコンはですね、モンスターハンターシリーズ2周年を記念する番組、モンスターハンター20周年記念スペシャル番組を、放送するということで、3月の12日ですか、20時から生放送するみたいなんですね。でこちらユニバーサルスタジオジャパンということで、多分ねコラボをねユニバーとやってるんですよね。で放送時間は約2時間予定ということで、まあ、出演者がですね、詳細は今後、出演者などの詳細はですね今後発表されますということで、なおですねシリーズの最新作モンスターハンターワイルズに関する情報はないとあらかじめ明言されていますということで、まあ、これに対してですね落胆してる方が多いそうなんです。ただねこれね、いやわかんないんだけど任天堂スイッチ2が絡んでるんじゃないのかなっていう噂もあったりするんですよ。だってここでね出さなかったらちょっと逆になんかねえって思いません？もともと去年の12月ぐらいでしたっけ、ワイルズが発表された時もなんで今だと再来年になっちゃうじゃんって言われていたんですよ。2023年なんで2025年でしょ。なので来年のこの20周年で発表したのになんでかなとも言われていたし、まあ、株価とかいろいろあると思うんですけども、なのでその時に任天堂スイッチ待ちなのかなとか発表できないのかなとか言われていたんですが、発売されないとね任天堂スイッチ2がですね発売されないとわからないんですが、そこら辺もね楽しみ待ちたいなと思います。ということでですね、ちょっとネットの反応ちょっとね、簡単に集めてきたので見ていきたいなと思います。ワイルズの情報のないのにやる必要あるとか、初報から何もなさすぎだよな、とりあえずコンセプトムービーだけ作って公開したって感じ、次世代スイッチ待ちの可能性ということで、まあ多分次世代スイッチ待ちの可能性あるんじゃないのかなって言われてるんですよ。カプコンってね 発表してから1年以内半早かったら半年とかで発売するんですって。他にね前動画出したことあるんですけども、なのでこのねなかなか2023年で2025年というか再来年ってないんですって。なので今のところプレステとプレステ4はありましたっけ、プレステ5と、Xbox と Steam だったかな、なんかそんなような気がするんですが、ですね、プレステ4はなかったのかな、ちょっと覚えてないんですが、とにかくですねスイッチ2なるもの、まあそれ出るかどうかわからないんでね、なんですがネットでは本当にね次世代スイッチ待ちなんじゃないのかな、そのために2025年じゃないのかなとか株価がとかいろんな憶測があるんですが、とにかくですねこんなね素晴らしい日、20周年ってすごい日の生放送なのにワイルズの情報がないっていうのがね、やっぱ僕もですねちょっとね寂しいんじゃないのかな、ファンの方ね欲しかった情報じゃないのかなと思いますが、皆さんね、ぜひコメントで教えてください。ということで今回なんですが、気になるねゲームニュースいろいろ語っていきましたということで、まあ一番気になるのがやっぱこれですね、ユーザースコア爆下がりということで、これねどうなっていくのかなっていうね、まあ、ゲームオブザイヤーノミネート間違いなしと言われているんですが、ここからですねちょっとこれねボリューム結構すごいんですよ。やり込んだら100時間とか、ストーリー普通に追ってるだけでも40時間とかかかるので、クリアしてからの評価ってまた変わってくると思うのでですね、またちょっとそこら辺なんかね変動があったらですねまた動画にしていきたいなと思います。ということで今回この辺で終わります。よろしくチャンネル登録高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。